2006年自由民主党総裁選挙は2006年9月20日に行われた自由民主党総裁選挙である。自由民主党総裁小泉純一郎の人気満了に伴う総裁選挙である。小泉は当選挙の1年以上前から2006年の人気満了をもって総理総裁を退任すると公言しており2005年9月11日に 行われた第44回衆議院議員総選挙で自民党を圧勝に導いた後主犯指名され郵政関連法案が可決されるまでのつなぎ内閣として第2次小泉改造内閣の閣僚を全員再任した第3次小泉内閣が発足したそして約1ヶ月後自身にとって最後の内閣である第3次小泉改造内閣を組閣したその時から ポスト小泉人事がメディア等で取り沙汰され、有力候補として、麻生太郎、谷垣定一、福田康夫、安倍晋三の4名の名前が上がり、朝垣康造という4名の名字名前から一字ずつ取った言葉が森吉郎に名付けられ、意向頻繁に用いられた。当初から当時内閣官房長官を務めていた安倍が有力と見られており、対抗に福田が位置付けられた。 安倍と福田は同じ森派出身であり、その森派はかつて安倍、福田の父親が領衆である派閥であったことも注目され、安倍と福田が立候補をすれば安福戦争となり、第一派閥である森派分裂も予想された。しかし、福田が不出馬を宣言すると、福田支持の陣営からは失望の声が上がり、なだれ的に安倍支持となり、安倍の圧勝に終わった。 ありがとうございます。